オッス、俺の名前は黒野武博、大学生だ。で、この尖った人は近所に住むお医者さんの剣崎メスオ先生。近所のみんなはメスオ先生のことを怖がって、急病でもない限り近づかないんだけど、俺はどういうわけか子供の頃からこの先生が好きで、先生の家へよく遊びに行っていたんだ。先生もそんな俺を可愛がってくれて、俺たちは本当の兄弟のように仲が良かった。親や学校の教師、同級生の友達にも話せない真剣な悩み事だって、メスオ先生になら話せた。特に思春期にはいろいろあるもんだろう、性のこととかさ。先生は俺の要領を得ない話に何時間でも付き合って、俺のすべてを受け止めてくれた。俺は先生のことを心から信頼し慕っていた。それは俺が成人を過ぎた今も変わらないだ。先生、ちょっと相談があるんだけどいいかい？ああ、なんだ？俺、今の人生に何かが足りないと感じてるんだ。心に穴が開いてるっていうかさ。ほう、足りないものか。で、それが何か考えたんだけどさ、やっぱりセックスだと思うんだよね。俺、セックスがしてみたいんだよ。どうやったらセックスできるかな？そうか、お前はまだ童貞だったな。しょうがないだろう。高校まではずっと男子校だったしさ。だが大学は共学だろう。女の子もたくさんいるんじゃないか。そりゃいるにはいるよ。でも付き合い方がわかんないんだよな。どうやって誘えばいいかとかさ、誘われた時どう答えればいいかとかさ。そうすると距離を取っちゃうんだよな。セックスは肌と肌を寄せてするものだぞ。逆の行動を取ってるじゃないか。だから悩んでるんじゃないか。なあ先生、俺どうしたらいいかな。お前はなかなかのイケメンだし、何もせずとも勝手にモテて、いつの間にかなんとなく誰かとそういう流れになるさ。なんとなくってなんだよ。その流れはいつ来るんだよ。私は予知能力者じゃないぞ。そこまではわからんよ。多分大学を卒業するまでにはそういうタイミングがあるんじゃないか。仮になくても社会人になってからあるさ。世の中の約半分は女だ。ええ、社会人になってからなんてやだよ。俺は一刻も早くセックスしたいんだよ。そもそもどうしてそんなにセックスがしたいんだ。だってそりゃ、どうしてと言われると困っちゃうな。周りのやつらはみんなしてるしさ。お前は同調圧力でセックスするのか。そう言われるとなんか嫌だな。だったら焦らず自然にそういう相手が現れるのを待つんだな。でもよ先生、性欲は本能だよ。俺の性欲が強いこと知ってるだろう。ああ、お前は小学生の時からオナニーをしていたな。とんだインなんだ。オナニーなんかじゃもうどうしようもないんだよ。子供の時からのムラムラがどんどん蓄積されて、そろそろ限界だよ。自然とその時が来るまでなんて我慢できないよ。じゃあオナニーの回数を増やせ、もしくは自分のケツでも開発したらどうだ。多少は気が紛れるだろう。そういえばお前は根っからの尻好きだったな。いやいや、俺が好きなのは女の子のお尻だよ。嫌だよ、自分のケツなんて。ふん、お前はなかなかいい尻をしていると思うがな。ええ、俺は女の子のお尻を触りたいよ。同じサークルの九州空先輩なんて、もう、プリップリでさ。ああ、尻の話をしてたら、勃起してきちゃったよ。ねえ先生、今からオナニーしてもいいかな。おい、変態め、オナニーしろとは言ったが時と場所を考えろ。せめて便所でしてこい。わかったよ、先生、ちょっとトイレを借りるよ。ああ、精子で床などを汚すんじゃないぞ。はい。まったく、しょうもないやつだな。そこが可愛いところでもあるが。うおお、チンポがいてー。おい、どうした？何の騒ぎだ？チンポがクソいてー。これはペニスが真っ黒だ。チアノーゼを起こしかけているぞ。応急処置をする。麻酔をかけるからな。チンポ、俺のチンポクソいてー。先生、竹博、目が覚めたか。ああ、俺チンポが突然痛くなって、それからどうしたんだっけ。私が緊急手術を行った。
今日のところは応急処置に過ぎないがな。俺のチンポ、病気なのか、先生？ああ、お前はチンチン真っ黒激痛病だ。放っておけば死ぬところだったぞ。なんだよその病気、俺のチンポはどうなっちまうんだよ。性器を丸ごと摘出するしかないな。ペニスはもちろん、金玉も全部だ。性機能は完全に失われる。ええ、嫌だよ。一度もセックスしたことないのに。そうしないとお前は死ぬ。全摘出しなければもって1週間の命だな。嘘だろう。俺、死ぬのかよ。私が患者の病状に関して嘘を言ったことがあるか。こんちくしょう。チンポ、俺の大事なチンポを切るしかないってことか。手術は明日のこの時間だ。私が執刀する。いいな。わかったよ、先生に任せるよ。ああ、命だけは必ず救ってやる。それと、これをやる、お前のチンポへの選別だ。これは、30万円はあるぞ。さっきの処置のお金で、お前のチンポは一時的に正常の性機能を回復しているはずだ。痛みなく勃起もするし、射精もできる、快感もあるだろう。これは24時間は持つ。しかしそれが限度だ。24時間、手術までか。そうだ、それまでにこの金で悔いのない最後のチンポコ人生を送るんだ。摘出手術が終われば、残りの人生は股間にチンポのついていない、全く別の人生になるからな。わかったよ先生。俺この金で童貞を卒業してくるよ。ああ、今から24時間、目いっぱいチンポを喜ばせてやれ。金が足りなくなったら追加してやる。ありがとう先生。俺行ってくるよ。ああ行ってこい、楽しんでこいよ。とりあえずネットで評判の良かったソープランドに来てみたけど、入るのは緊張するな。だけどうじうじしてる時間はないぞ。俺のチンポは明日までの命なんだからな。よし入ろう。いらっしゃいませなのだ。あの予約してないんですけど大丈夫ですか？もちろんなのだ、大歓迎なのだ。今だったらこちらの女の子たちがご案内できるのだ。どの子がいいのだ？うわぁ、みんな可愛い子ばっかりだな。こんな可愛い女の子たちから誰でも好きな子を選んでセックスできるんですか？できるのだ、ヘコヘコし放題なのだ。あっこの子、同じ大学の九州空先輩に似てるな。綺麗で優しい、憧れの空先輩。じゃあこの子にします。マーク2ちゃんなのだ。気遣いのできるとってもいい子なのだ。それでは待合室で少しだけ待っていてほしいのだ。わ、はい。お兄さん、お待たせいたしましたわ。わ、はい。わあ、めちゃくちゃ可愛いな。ご指名ありがとうございます。マーク2ですわ。わ、はい。ウフフフ。さあお部屋に案内しますね。行きましょう。わ、はい。お兄さん、緊張されているみたい。こういうお店は初めてですか？わ、はい。実はこういうこと自体が初めてで。あら、童貞さんなんですか？わ、はい。キャッ、そうだったのね。あなたの初めての人になれて、私とっても嬉しいわ。あなたの初体験が素敵な思い出になるように精一杯頑張りますね。わ、はい。それじゃあまずは上着を脱ぎましょうね。あ、ちょっと待って。あら、どうしたの？ちょっと、ある人の顔が浮かんじゃって。あら、ダメよ。今は私と気持ちよくなることだけ考えてほしいわ。そうですよね。それじゃあ、改めて。あ、やっぱりちょっと待ってください。どうしても、なんか触られたくなくて。触らないとエッチできませんわ。そうですよね。もしかして好きな人がいるのではないかしら？え、好きな人？しかも男の人ですね。男？俺も男なのに。ねえ、
初体験は一度きりよ。本当に相手は私でいいの？もちろんやるならやるわ。プロとしてあなたを必ず満足させますわ。でもね、これは一人のお姉さんとしての願望よ。初体験は本当に好きな人として欲しいの。俺の本当に好きな人。グハー。こら、いつまでうじうじしてるの。男の子でしょ。勇気を出しなさい。そうして自分の本当の気持ちに向き合うのよ。勇気。そうか、俺に足りないのは自分の本当の気持ちと向き合う勇気だったんだ。俺気づいてたんだ。でも気づかないように自分で自分を騙してた。お姉さん、俺行かなくちゃ。ええ、行きなさい。相手の人もきっと待ってると思うわ。ありがとうお姉さん。じゃあね。頑張ってね、頑張ってね、1年生の武博くん。先生、レスオ先生。うん、こんな夜中にどうした武博。容態が急変したか、それとももう金を使い果たしたか。違うよ、俺先生が好きなんだ。なんだと？おい、何を言っているんだ。何度でも言ってやるさ。俺にはもうカッコつけたり小細工を施す時間はないんだ。レスオ先生、俺は先生のことが好きだ。タケヒロ、好きだ。先生とセックスがしたい。俺とセックスしてくれ。俺の童貞をもらってくれ。タケヒロ、私は医者だ。受け持っている患者と性的な行為に及ぶわけにはいかない。そんな俺じゃダメなのかよ先生。ただし患者も全開すればもう患者ではない。私は必ずお前を治す。そうして一人の人間と一人の人間の立場になった時、お前が私にぶつけてくれた思いに対して私の答えを伝えよう。先生。武博、予定より早いが今から手術をしよう。準備を始める。でも先生、手術をしたらもう俺のチンポは。昼間は伝えなかったが、実はチンポを取らなくてもいい方法があるんだ。なんだって？チンポを切らなくても済むのかよ。正確には一度切る。お前のチンポはもうダメだ。金玉も含めて精液をすべて切り取る。その上で健康な精液を丸ごと移植するんだ。ただし精液全体を提供してくれるドナーなんて普通に探したらまず見つからない。だから昼間はチンポがなくなると言ったんだ。じゃあもしかしてその長期長なドナーが見つかったってことかよ。ああ、たった今見つかったよ。それって？私だ。私のチンポを切り取ってお前に移植する。なんだって？それじゃあ先生のおチンポライフが今日で終わっちまう。ふん、気にするな。私が一部の界隈でメスお兄さんと呼ばれているのを知っているだろう。聞いたことあるけどよ。私は尻の方が感じるのだ。ああ、チンポについてはむしろ邪魔だとさえ思うことが何度もあった。メス息の妨げになるからな。ああ、お前の火の玉ストレートの告白を聞いてようやく決心がついたよ。勇気をくれてありがとう先生。30分後には手術を始めるぞ。お前も準備をしろ。わかったよ先生。古今東西で一番難しい手術になる。しかし必ず成功させてみせる。武博には全身麻酔、私には局部麻酔だ。よし、武博は眠っているな。始めるぞ。精液を切除する際大量の出血が見込まれる。輸血はするが、それでも体力には限界がある。時間との勝負だ。1時間で全ての処置を終えるぞ。やれる、やってやる。私は今までただひたすらに手術の技術だけを追い求めてきた。そうして金を稼いだ。それが自分の本当の心を殺してきた自分自身への償いだと思ってきた。でも心ってやつは金なんかじゃ埋まらないんだ。武博が教えてくれたよ。こいつ、あの言葉を伝えるのにどれだけの勇気を振り絞ったんだろう。私も勇気を出すよ武博。この手術が成功したら伝えるよ。結婚しよう武博。愛している。